ステーションさんにお越しいただきました。お願いします。タカワンズステーションです。よろしくお願いいたします。いや、私は最初北大さんのつながりで多分リクエストしたんじゃないかっていうのを、君はマッチョのそうですね、まゆさん、最初に会った時は私、そうです最初に会ったのはね、あの時でなんかお手伝いしてる時、自分はカメラマンで、反応のやつね、あれからですね。そうですね、はい、そうそこでお話しして、なんかまゆさんのステージで出られて、そうなんです、いろいろここな、腕立て伏せやってたんだよ、確か。実は君はマッチョの CD をずっと欲しいって言って、北大さんっていうすごい面白い方がいらっしゃって、週刊誌とかの挿絵も書いてるんですね。そうですね、いや本当に方でめちゃめちゃ面白い人で、いや北大さんに今見せるために喋ってるみたいな時間になっちゃってそのつながりで高さんにお会いしてっていうところで、やっぱりうちの番組が今なかなかのやっぱり飲食店さんとか中心に紹介してってるんですけど、まあ、ライブ会場が毎回最初に来ちゃうといろんな人を回んないと何ですかね、自分のとこってやっていくと問題提起として広がらないかなっていう都合もあって。いろいろ回らせてなんであれはまあでもやっていくうちにネタ尽きてくるしさ、飲食店ってそんなに次々で、ね、難しいよね実際。でも結構で出そうと思えばいけちゃうんですよ。いやそうかね、よくやってるなと思ってたから毎回うちがやっぱりちょっと話飛んじゃうんですけど、はい、職人のうちなんで、はい、で自分もまな板とかの上にずっと立つ仕事やってたもんですから、はい、結構技は聞いたりとかって言って掘り下げていけるんで、割とむしろ電池の都合で切っちゃったりっていうのがあって、そうだ、じゃあかと思うとね、ほらどんどん政治の方に、ね、そうですね、問題提起をしてかれてるわけですから、そこに突っ込んでいくからさ、うわすごいとか思ってできねえこれは無理とか思って、結構そういうのってあります、見てて。うん、いやいや、だってよくそこで繋がったほらまた次に繋げてるじゃないですか。そうですね、だからそれ見たりほら投稿を読んでて、ああ すごいなと思って、あ、Facebook で繋がってるんですけどね、その記事を主に読んでいて、アップされる動画とかも見てるんですけど、素晴らしいですね、活動がね。いや音楽と写真以外とてもちょっとそっちまでは無理とか思って、いやでもなんかそんなに言ってもらうと、なんかいつも自分がどういう風に見られてるってとっても考えてる余裕があんまりなくって、意外にさ反応ってリアクションって少なめなんだよね、最初絶対少ないんですよ。少ないよね、何時やってもね。で、あのまま行くと、例えば今日ぐらいだと50とかなるじゃないですか、うん、あのままでも口当たりいいことずっと言ってたら伸びていくかっていうと、やっぱりどっかシビアな爆弾みたいなところを拾っていかないと広がらないんですよね。それってもうヒヤヒヤするかなってみんな見てて、朝自分でもちょっと思いますよ、なんか心臓に悪いよねいや本当おっしゃる通りです。本当よく見てもらってるなって今すごい思いました、やっぱり。でも結局ライブ会場とかライブハウスっていうのは最初に屋形船の次ぐらいですかね、やっぱりいろいろ言われたりやり玉に上がったりしちゃって、で実際渋谷とかも結構自分なんかお客でも出る側でも出てたとなくなっちゃったりとかあったんで、なんかやっぱり言いたいことは山ほどあっても、結局政治にわーってやってって、あいつはみんなダメなやつ品が悪いんだとかって言われちゃったらそこで終わっちゃうわけですよね。だからなんとかして同じ土俵と枠組みで工夫しながらこことここで渡り合わないと絶対認めてもらえないっていうのはすごく思ってますよ。本当どこのお店もキツキツで、自分ライブハウスじゃないけど都内でステージがある、舞台があるお蕎麦屋さんでイベントを持ってたんですけど、そこのお店もね閉まっちゃったし、うん、他にもやりたいところとか出してもらってるところとか、やっぱり今はちょっとね厳しいですよね、どこがね。いやそうですよね、やっぱり今さっき打ち合わせで伺ったんですけど、8時ぐらいまでみんな終わっちゃって、そう、神奈川県は今日、緊急事態の時もあったけどマンボウっていうのがずっと出てて、その夜8時まででお酒もなんかいろんな細かいルールがそれぞれにあるんだけど、ね、そういうの中でやってるから、やっぱりその決められた時間の中でお店にやらせてもらって、その決められた時間の中で必ずもう撤収まで終わらすぐらいの気持ちでやんないと、もしオーバーしちゃってお店側はちょっとぐらいいいよって言ってくれるかもしんないけど、それがなんか、ね、自粛警察だとか、 なんか市のパトロールとか区の下って町内会だとかパトロールで引っかかってなんかやり玉に上がっちゃったらさ、もうやれないじゃないですか。で、自分のイベント自身も高野イベントは
オーバーしてもやってて店に迷惑かけてるみたいになっちゃったらとんでもないようになっちゃうから、その辺だけは気をつけてますよね、やっぱ。ああ、いや大変ですよね、本当。その中で演者さんが気持ちよくプレイしてお客さんもちょっと入れる、だけど入れるにしてもその箱の半分とか、あ、ここの人数までにしてくださいって言われた人数の中でできるだけ多く入れなくちゃいけないっていうのが大変ですよね。そうですよね。いや本当大変。いや、イベント、そうですよね、ライブイベント、しかもあの結構短時間でタイトにするっていうと、もともとかなり大変だったと思うんですよ。そうですね。だからさっきのあのちょっとこの録画前にちょっと打ち合わせみたいなの話したんですけど、8月1日に県、あ、神奈川県内でイベントをやらせてもらうんですけど、ライブハウスで6時半スタートだったのが、そこは何も手、あのマンボとか緊急事態引っかかってなかったから、6時オープン6時半スタートだったのが、結局今回マンボが始まっちゃったために4時オープン4時半スタート、そんな明るい時間からかみたいな。いやきついですよね。でも、でもしょうがない、やらせていただけるだけありがたいし、その中で最大限努力して見るしかないんで、まあね、それをちゃんと伝えることができればお店も分かってくれるだろうし、お店もね、そんな、まあ、やれねえだろう、そんな人数はこぼれないだろうと思ってるだろうし、だからちょっと工夫して今回はそのイベントは演者さん、お店に迷惑はかけられないから、せめて少しお金を落とさなくちゃいけないから、演者さんをソロの人じゃなくてユニットの人とかを多くして、まあそれで演者さん同士で交流会になればいいかなぐらいで、最低お客さんがいないとしても、だからもうそれぞれにお客さんを少しずつ呼んでもらうには頑張るんだけど、最低いなくても演者さん同士がで結構フロア埋めれて、それで飲んだり食べたりして、まあ懇親ができればいいかなみたいな、もうそんな感じですね。そうですよね、ちょっと普通 の、 そのコロナ前みたいなことはと同じには今できないですよ。できないって言っちゃうのもあれなんだけど、だからただね、止まっちゃうわけに、止まっちゃったらそれまでだし、足止めちゃいけないなと思って、ちょっとでもジタバタ、あの少しでもジタバタして動いてて、コロナがどうにか落ち着く頃にはまだどのくらいかかるかわかんないけど、その時一気にダーってまた何かその時のタイミングとその時にできることでトンって始められたらいいなと思って、そのためにあのじっとやり過ごすんじゃなくてジタバタしてますね。あ、いや本当あれですよね。いや自分なんかちょうどあれなんですよ、この大きい会場の企画をずっと進めてる時に緊急事態になって、 でもあの大きいところと狭いところ両方やんないとダメだと思うんですよ。あー、ホールをやるのはすごいと思うよね。やっぱホールがすごいと思うよ。いや自分はでもあれなんですよ、あれも結構自分のあのオナニーって言ったら変ですけど、でもあのなんですか、あの最初お客さん入んないところを入ってくるようにするっていう勝負っていうのはなかなか面白いね、ワクワクするよね。ですよね。今に見てろみたいな感じ で、なんかそれだから親しくなる人って多分いると思うんですよ。で客席が空いてる、スペースが空いてることを逆手にとってそこで演奏したりとか、やなんかいろいろやってましたね。やってます。ああそういうやり方あるんだ、面白いなと思って。いや、なるほどと思って。配信ライブとかたまたまなんかみんなやり始めましたけど、でも本当に何か使って、つまさんはちょっと自分の中では昔のドキュメンタリーガチンコとかのああいう感じなんですけど、ないならないことを面白いっていうふうに思わせて、で結構やっぱり普段みんなでライブやってて毎回自分としてはすごくいい夜過ごしてると思ったし、あのリミットを決めなければまだまだ伸びていくっていうか、まあ、私がそれを言ったらなんかね、あの随分生意気な話みたいに感じはしますけど、いやいや、でもそういう思いでやっていかないとやっぱついてこないと思うし、人って。そうですね、うん、結構自分も思うんですよ、あの時々至らなくって、自分でもうちょっと頑張ればいいのに人にいろいろ言っちゃったなってすごく申し訳ないんですよ。ブツブツ言っちゃってダメだなと思って、でもあのそういう気持ちとか成長っていうんですかね、あのやっぱ自分もやってよかったなっていうのもありますし、あと小さい狭い会場で本当に例えば10人ぐらいのところでガツガツやるっていうのってエネルギーをすごくお客さんが吸っていく感じっていうのがものすごい、またこうじゃないこういう感じが大事だとすごく思うんですね。あのお芝居と同じだと思うんですよ。やっぱり唾が飛ぶぐらいの距離でお芝居やって、じゃあ大きいところでもやるんですけど、でも基本的にはそこに帰りたいみたいな。ライブアルバムと か、 なんか特に距離感って顕著ですね。ホールでやる
ったストーンズってやっぱりこんな感じになっちゃうのかなっていう。そうだよね。まあ、いずれにせよ結局コロナ、今がコロナの時だからしょうがないんだけど、まあ何するにしても身動きが取りづらいっていうかさ、動きにくいっていうか、やりづらいっていうかね、試練だよねこれ。これね、あの負けないでやり続けたら多分相当タフになってると思うよ。いや、そうですよ、やっぱ我々は相当そうですね、あのここで、ね、あの止めたくないよね、ここまでやってきたもの。いや、そうですよね、うん、今まで手も足も使ってトライすればいいって言ってたのが、うん、急にサッカーになったみたいな感じだと思うんですよもうものすごくボールキープ、そしたら頭使うとかやろうみたいなことですよねいやそう、ちょっとこんな、うん、何かでその活動を止まる時とか止めてしまう時もあるかもしれないけど、少なくともそれコロナじゃねえなって自分は思ってて、あ、まあ嫌だなみたいな、それ理由はちょっともっと、うん、なんか僕も何ができるか分かんないけど、ちょっと抗いたいなと、抵抗というか。あ、でも本当そうですよね、あの、なんですかね、やっぱり生きてて朝起きて、あ、ギター持って呼吸みたいなもんだと思うんですよ、やっぱ特に理由が毎回あるわけじゃないですよね、確かに最初の頃は毎日触ったら上手くなるよとかって言うんですけど、そういうもんでもないじゃないですか最初はそう思ってずっと、ね、やるんですけどそれで僕なんないな今はさ、練習場所もね、なくなっちゃってるし、もう本当困ってますよ。いやでも本当そうですよね。いや結構あの、何ですか、ライブとか飲食って8時過ぎたら酒飲んで全部快楽に走るみたいなところみたいな味方だから取り締まるのかなって思うんですけど、8時過ぎて自分でもお客さん呼べなくってものすごいショックでボロボロ泣いてる日もそういうことありましたし、あの他の弾き語りやってる結構男の子とか泣いてるやつとかもいると、まあ励まし会みたいになったりとか、結構人間的にいい時間って8時以降にそれこそ全部ライブ終わってからすごくあったと思って。そうなんで、ね、8時ちょっと前に終わるようにやるんだけど、終わって片付け撤収作業やるともう営業終了の時間で、それ以上店の明かりつけてちゃいけないみたいな空気、街に空気感があって、じゃあお疲れ様でしたって帰るだけなのね。あれはねえ、まあしょうがないんだけど今。そうだから交流、ミュージシャン同士、演者さん同士、パフォーマー同士の交流、お店のマスターとの交流とか、お店にの常連のお客さんと演者さんとの交流とか、いろんなのを目指して自分のソロ主催イベントはつなぐ響く音楽プロジェクトっていうのでやってるんだけど、それのね根幹を揺るがすようなことなんで、ね、交流が出てできないんだから、その時間がないっていうのが本当にね、あの。
憧れ。ルーレス砂浜セピアの明日。君は君のままでいいんだ。君は真っ赤なピーマン飛び切りし